こんにちは。声楽家の橋爪亜希子です。私と一緒に喉のトレーニングをしていきましょう。まずスカンポの咲く頃を歌いましょう。どうでもスカンポちゃわさらさ、昼はホタルが寝んでする、僕ら小学尋常か、今朝も通ってまた戻る、スカンポスカンポ川の道、夏が来た来たどれみこそ。それではパタカラとはっきり発音して歌いましょう。最初はパでちょっとゆっくり歌いましょう。パパパパパ